今んとこ4ホール終わりましたが、残り5ホールは2人でマッチプレーをしましょう。ね、結構普段もね2人で何だっけ勝負はしてると聞いたので、はい、じゃあ今日もちょっと初めてかな、マッチプレーは。でもマッチプレーはやったことない、ね、いつもスコア勝負かな。そうですね、そうだね。じゃあ今日はマッチプレーということで、はい、まあ一言叩いても諦められるんで、はい、最後まで勝負の行方はわからない、はい、という展開のプレーになっております。残り5ホール果たしてどちらがいい感じに勝負に強くなるのかやってみましょう。はい、はい、頑張ります。頑張ろう、はい。お、ナイスショー。ええやん、ええやん。安全、はい、右サイド。ちょっと空気が変わりました、2人の。5番ウッドでいきます。そんなことない。お、これもいい、これもいいとこ。うん、ナイス。だから一打、一ホールでも一打でも決めて、三連続取って、連続でいく、はい、連続なんと連続でいく宣言、はい、はいはい、まあ、最初にもう、はい、最初に、最初にもう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 取ってしまいたい、はい、もう安心が欲しい、安心が欲しいじゃあこの一番最初のホールは大事ですね、二人にとってね。そうです、大事ですね、勝負どこですね、はい。リード。どうですか、これを見て、ももちゃん。まだ負けたないですね。まだ、チップインしちゃう。チップインしちゃう。チップインしちゃいましょう。オッケー。まあね、気持ちで負けるとね、負けちゃうからね。気持ちは強く。おでもまあまあまあ。上出来。まさかの、ああ惜しいやん、惜しいやん。決めるか決めないかの、負けるか決めるか。次が勝負、ま、イーブンです。今イーブンです。イーブンですね、はい。5-2で5-2で、はい、あっと、あ、一番深いとこに行っちゃった。ちょっと大事なとこ、クラブ一つ上げてきます。ちょっと音がね、ずるいずるい、もん、ね、戦略ずるい。お、ええやん、ドンドン。お、これはさくらちゃんが一歩リードしてきたんではないでしょうか。今はももちゃんの受け立ちを見てクラブを上げた、上げましたね。50度で行こうと思ってたところでしたけど、壁もちょっとね上げてるしね、そうですね、今のはいい戦略。まあ奥につけても平らなんで手前がね一番ね、どうですか、ちょっと先に受け入れちゃった、ちょっとミスれました、戦略ミス、戦略ミス出ました。あんまちょっと風とか考えなかった、ね、まあまあでもまだまだわかんないんで、はい、消しますね、はい。
うまいよ。あ、でもでも止まった止まった。ラインが違うわ。あ、でも距離はいい感じ。お、いいよ。いい、今すごい我慢できてた。ナイスパー。来ました。来ました。いいよ。おお。さくらちゃんが1個丸つきました。一歩リードです。先に一歩リードはね、結構気持ち的に余裕ができるんで。安心が欲しいです。そこでももちゃんは離されないことがね。はい。大事ですね。頑張ります。頑張ろう。大事な一戦です。でもちょっとリードしてるからね。気を抜かないように。止まりました。大丈夫大丈夫。ほんまに。不幸中の幸い。ナイス。ショートカット。坂道。お、二手に分かれました。遠回り VS 坂道。どういうことが話した。どうしました今ちょっとTシャツが乱れましたが。ピューンなりましたよ。まあなかなかね、今日いい感じに泥を打ってる中で。そうですね。なんか精神状態ってありますよね。精神状態ありますか。負けられないっていう安心だ安心安心からの安心言うだろう追われてる方がきついですよね。お、いいね、抜けましたね。じゃないですか、真ん中に戻して。よかったよかったよかった。ナイスリカバー。さあ、ももちゃんがお、得意のアイアンで抜いてきた。いいですね。ナイス。ナイスショット。9番。あっ、ここでさくらちゃんが。おお。さあ、ももちゃんが笑ってます。ももちゃんが笑ってる。同じ条件になりました。お、トップトップだけどいいよ、これいいトップだよ。あ、ちょっとスピンかかんなかったか。まあまあでも、お、いい音したよ。いや、いい。おお、これワンパットです。リードですか。ももちゃんが苦しくなってくる。苦しい苦しげてる。苦しい苦しげてる。お、うまいんじゃない？うまいよ。ナイス。うまい。今何度？52度です。52度。入れたら勝ちます。勝ち。でもいいパットだってよ。危ない危ない。ナイスイン。ちょっと2人ともミスもありながらも、はい、お互いカバーもありながらの同じスコアということでドローでした。つまりさくらちゃんがまだ一歩リードしている状況です。はい、ここでももちゃんが取らなければ勝ちはなくなります。はい、次は勝つには、勝つにはここで取るしかない。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。取りましょう。おー、これは行ってもうたね。これは行ってもうた。これ左ドッグ短い。左ドッグだけど。ただまあ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 いいですよ。じゃあここからもう一回いきますか。はい、うん、ナイス。
それ欲しかったですね。面白くなってきましたよ。ました。どうしたんですか。左ドップレック早くしすぎた。早くすぎた。早めのドップレックしちゃったね。あ、すみました。そうだね。ちょっとしょぼんだけど。まあまあでも一歩リードしてるから。ここはまあももちゃん次第って感じで。あ、ももちゃんもまだね、ちょっとあんまり距離がありますんで。ありますね。どうマネジメントしていくか。したよ。でもナイス。あ、これもいいんじゃない。これも良い。止まるな。ちょいちょいちょい。ナイス。まあそこでさくらちゃんがまさかのね、早めに曲がるという OB を出したと。今まであんなボール1個もなかったのに。よし、さあ2人いい試合になりました。はい、最終ホールどう戦略しますか。まあこれは超えるね。この辺に落としてからなんだね。フェアウェイキープで頑張る。ドライバーが鍵を握る感じですかね。そうですね、そうですね。じゃあでも細そうですね、手前。最終ホールにもつれ込んだ双子対決、勝つのはどっちだ。ラスト、ラスト主役。おお、はい。今まで普通に打ってたのに。もろいがメンタルですね。もろいね。お前はやめます。おー、ナイスショー。パワーあるね。パワーあるあるよ。どうだろうね、バンカーの可能性が高いけど。まだ勝負は最後の。ホールアウトまで分かんないから。お、いいよいいよ、これはいいよ、これはいいよ。花道使って、あれがダメなんですよ。ドライバーでこっから見えちゃう。あ、振りかぶったバックスイングで、あ、見えたってやつ。それがいつも揺らいちゃうんですよ。あと視界に入ったそこからスイングになっちゃうのね。気合が入ってね。そうなんです。いいやん、乗るよ。乗った、ナイスー。いいよ、クリオン。お、うまく打った。あ、よく出た。いやー、ベタバニー、やった。いやー、波乱の展開ですね。これは本当に分かんないよ。結構難しいからね、目玉。行きます。はい。ああ、目玉ショット。あ、でも1回出たから上出来よう。ゴー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 。うん。おっ、これは同じ距離を残す。同じぐらいの距離のボギーパットが残りました。
しよう。ってことは、さくらちゃんは入れれば勝ちかな。入れれば勝ち、入んなかったらイーブン。入んなかったらイーブン。最後頑張った目玉からの予選。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、マッチプレーは。初の2人マッチプレー。マッチプレーも面白いですね。ちょっと燃えるよね。そうですね。なんか一つ一つね。そうそうそう。頭使うし。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。じゃあ2人には今日はね、スクランブルゴルフの、はい、あのどんな試合かっていう、まあ、魅力とかをね、教えてもらいながら、はい、2人のゴルフを見て、結構ね、いろんなことが知れたなと思います。本当にね、最後もね、やっぱ双子ならではの面白いマッチプレーというか接戦になったっていうのも結構良かったかなと思いますし、またスクランブルゴルフも本当にあのいろんな方が結構本当スコアがいい人だけじゃなくてもね、いい人と、まあ、70代の人と100ぐらいの人が組んで結構上位にね上がってこれたりもね、はい、するんで、はい、結構本当にあのスクランブルゴルフは結構いろんな方に挑戦してほしいなと思います。ぜひ皆さんもスクランブルゴルフに興味がある方は概要欄のリンクにあのゴルフライフのスクランブルゴルフ貼っておきますので、ぜひそちらから参加してみてください。以上です。何かありますか、感想。楽しかったですね。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもね、スクランブルゴルフもいろんなレベルの方で出れるんで、ぜひ挑戦してください。お待ちしてます。はい、今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。私もね、スクランブルゴルフ経験者ですけど、まあ、上手い方と組んで楽しいので、ぜひお願いします、うん、はい、はい、以上です。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。